皆様こんにちは、一品館の清原です。それではね、セカンドバッターティアク TN3BSE ですね、こちらを紹介していこうと思います。このレコードプレーヤーでですね、下位モデルと、最も違う点というのはですね、このベルトがですね、外掛けになったと、こういうふうにここの中にベルトが入ってかかっているという、これは外れるんですけどね、こういうふうにドライブがですね、このモーターがですね、別なところにマウントされているというか、モーターの振動がですね、よりプラッタこの、ターンテーブルに伝わりにくくなっているという、ことが大きな特徴だと思います。サイズ重量に関しては下位モデルの TN350 とほぼ一緒なので、このターンテーブルベースもですね MDF ですし、このインシュレーターも見た目似てますから、そこら辺の変更が一番大きいのかなと、電気系のモーターのこの電気系の変更が一番大きいのかなというふうに思います。で、ですね、350とこの上位モデルの400にはですね、ここにですね2つつまみがあって、回転スタート止めるとこっち側に35回転45回転の切り替えがあったんですけど、これは0、33、45ということで、つまみが一つになっているというのも外観上の大きな違いになっています。ワンフラッターがですねかなり減ってまして 0.1 なので、レコードプレーヤー、ベルトドライブのレコードプレーヤーとしてはもう一番ワンフラッターが少ないレベルまで来ておりますね。回転は33回転と45回転、アームはですねこれ見た目が似てますけれども、450も含め全てこのS 字型のですねスタティックバランス型のアームがついております。カートリッジがですね少しアップグレードされまして、オーディオテクニカの ATVM95E というものがついてます。ヘッドジェルはこの上のですね400も含め全部同じものが使われてますね。適合カートリッジの重量が少し増えまして 3g から 12g と広くなってます。深圧は0から 5g かけれると、幅が420、奥行きが356、高さが117、重量が 5.0kg、これはですねサイズはですねTN350 と全く同じなので、このベースはですね共通して使われているのかなっていう気がしますね。このイコライザー内蔵、ではね早速1曲目山下達郎さんから聞いていこうと思います。
ず1曲目山下達郎さんを聴いてみましたけど、中高域のですね、なんか SN 感とかっていうのすごいいいんですけど、メリハリはですね、さっきに聞いた TN350 の方があったような気がしますね。この辺りはまあターンテーブルマットがフェルトになったっていうことや、まあ、カートリッジが変わったということにも影響はあるんですけれども、まあ、どちらが好きかと言われると、これは甲乙つけがたい。こちらの方が1万円高いんですけれども、音がですね、今の感じで、音はいいんですけど、まあ、音楽を聴いた時の楽しさという特典では甲乙つけがたいので、これは1万円高いので明らかにこっちが全部いいということはなかったと思います。これ1曲目を聴いた感じですね。では次2曲目ですね、パートタイムラバー、こちらを聴いていこうと思います。はい、2曲目のね、パートタイムラバーを聴いてました。まあ最初はね、ちょっと、メリハリなんかの点でですね、TN350 に引けを取るかなと思ったんですけど、だんだんね、後半になって良くなってきたので、まあまっさらを使ってるということで、エイジングの影響なんかもあると思います。で、音のですね、細かさや SN 感、品質に関しては、こちらの方が、1万円高い分良くなっていると思いますので、ここではですね、どちらがいいかという結論はちょっと出しにくいですね。TN350 はですね、なかなか最初から良かったと思います。で、こちらはですね、まだちょっとエイジング足りないかなという気がしますね。エイジングが進めばもっと良くなってくるんじゃないかなという気はすごくしています。なのでまあ選ぶときにですね、外観や1万円差なのでね、まあ、主に木目なのか、この黒の艶消しなのかという部分も含めてですね、なんとなくこう好みで選ばれてもいいんじゃないかなという気がしています。では次ね、3曲目、クラシック展覧会の絵を聞いてみようと思います。
シンフォニークラシックを聴いてみました。若干ねやっぱりねなんとなく広域に引っかかりみたいなものが感じられるんですけど、それを除いては SN 感とかやっぱり細かいところがよく出ます。あと音が重なったところでちょっとこう分解能が足りなくてもやっとしてしまうんですけど、まあどちらもですねやはりこの内蔵のですねフォノイコライザーがまだ1時間しか使ってないというところで、まあ、その部分のですねエイジング不足っていうのはかなりあるように思いますね。ということで、まあ、全体としての能力はですね1万円分こちらの方が高いんじゃないかなという気はします。でも実際にこれぐらいのさ TN350 とですねこの TN3B のね差であればほとんどの人は分からないと思います。なので実際にはこの木目仕上げなのかブラック仕上げなのかでこのベルトが外側にかかっているのか中なのかという部分でですね選ばれたらいいんじゃないでしょうかね。無責任ではなく決して 無責任な発言ではなく、まあ、そのぐらいのそんなに大きな差は決定的な大きな差はないというふうに思います。オーディオテクニカのですね、ATLP3XBT との違いはですね、まあ、Bluetooth が使える使えないというのは決定的な違いはあるんですけど、まあ、これがですねフルオートなのかマニュアルなのかの違いで、ティアクの方が音は細かいんですけれども、まあ、実際にレコードをですね聞いていく部分に関しては、まあ、そんなにびっくりするぐらいの大きな違いはないので、フルオートがお望みなんであればオーディオテクニカのですね ATLP3BTX を購入なさればいいんじゃないかなっていう感じですね今のところ。では次ですね、マイルズ・デイビスさんのジャズですね、こちらを聞いていこうと思います。はい、マイルズのトランペットを聴いてみました。やはりねこの曲では結構差がありますね。1万円分確実に1万円分以上の差が感じられますね。やっぱりトランペットのですね音の良さは、TN350SE でも良かったんですけど、この 3BB にすることによってですねこのマイルズ・デイビスの唇の動きがより細かく分かります。あとやはりピアノとベースの存在感がぐっと大きくなったので、ジャズトリオプラストランペットとしてのですね曲の構成がこちらの方が全然いい感じですね。どうしても TN350 の場合はトランペットが強くてどうも脇役が弱かったんですけど、まあ、これはですねどちらかというとウッドベースとですねピアノの存在感がよりTN350 よりも引き立つので、バランスとしてとてもなんていうかな上質なジャズっていうかとてもいい感じがすごく伝わってくるので、この曲に関しては僕は TN350 よりもこちらの TN3BB ですねこちらの方が良かったんじゃないかなっていうふうに感じました。では最後ですねアンバートンさんのボーカルを聞いてみようと思います。Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in a sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me youWhile I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream
dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me. 最後にね、アンバートンさんのボーカル曲を聞いてみたんですけど、ボーカルはですね TN-350 の方が強いですね。でこれはですね、ウッドベースとピアノの音はこっちの方が強いです。でバランスとしてはね、どっちが正しいどっちが間違ってるっていうんではなくて、若干マイルズ・デイビスでもそうでしたけど、伴奏がしっかり出ます。で TN-350 はですね、主役がより際立つような感じ、少し鳴り方の違いを感じます。ただウッドベースとかピアノのですね、細かい音とか、例えばボーカルのですね、デリケートな声の変化とかはこちらの方がよく出ます。なのでじゃあ決定的な差はっていうと、決定的な差はねやっぱり感じないので、この木目が好きなのか、このピアノブラックが好きなのか、あるいは3万7000円がいいのか4万7000円がいいのかというような部分で選ばれてはいいんじゃないかなと。どっちでもいいと思いますよ、どちらもいい音ですから、というような感じでした。はい、次はですね、 Bluetooth のついた TN400BT ですね、こちらを聞いていこうと思います。